この度、またプロのランナーとして走り出す決意をいたしました。あそこでのこう全部出し切って全てをかけてゴールしたっていうのは、そこには全く偽りがないですね。結果的に言うと長期休養したって感じになってしまったと思うんですけど、その長期休養もう完璧にその戻るってことを考えずに、しっかりとこう休んだ結果、心身ともに休んだ結果、新しいものが築けた。なんだろう、今まで陸上っていうものでしかこう頭を満たしてこなかった部分が、そこを一回空にしたので、よりこう広い視点でこう見ることっていうのは、やめたからこそ、まあ、ゴールしたからこそこうたどり着いた部分なのかなと思いますね。いろんな選手をこう少しずつですけどサポートをする中で、もちろん僕自身が何ですかね、現役のアスリートとしてじゃない部分でサポートできるところもあると思うんですけど、逆に言うと現役のアスリートとしてやってる中でサポートもできたら、さらにこう選手たちっていうところがどんどんどん上に行けるんじゃないのかな。まあ、背中を見せるところから背中を押すところに変わったと思ったんですけど、背中を押しつつしっかりと自分自身の背中を見せていくっていうところができていけばいいなっていうふうに思ったのもありますね。まあ、あとは本当にいろいろ世界とか、まあ、競技的に言うという選手たくさんいると思うんですけど、じゃあその一歩っていうのはなかなか踏み出せない子っていうのはすごく多いんですよね。なんか僕ができることとして言うんであれば、そこを彼らにちゃんとヒアリングをして、何がしたいかっていうのを彼らがまず言語化できるようにして、そしてスポーツ選手としてどういったことをこう実現していきたいかっていうところもこう一緒になってやっていけたらな、まあ、そこも一緒に伴走していけたらなっていうふうに思ってますね。そうですね、それで言うと、まあ子どもたちっていうところで言うと、なかなかこう本当にアスリートに触れる機会だったりとか、そのアスリートと、まあ、一緒に走る機会、そうですね、触れる機会っていうのがあまりこうイコールにないっていうところを僕自身すごく感じて、しっかりと子どもたち全員にこう刺激を与えられる、またその芝居キッズ、やはりいろいろな地域を回るわけなんですけど、その地域のこういいものをしっかりと探して、まあ、それをこう発信するお手伝いもしたいなって。僕やっぱ一番は走ることがやっぱ好きなんだなっていうところ、走ることによって自分自身の生活って、走ることで自分の生活っていうのが一つこう立ってるなっていうか、こう走るっていうものの軸に全てをこう選択しているので、そこがぶれない限り大きく生活が乱れない、精神的にも乱れないっていうところがあるなっていうのはすごく思いましたね。今の気持ちとしては、まあパリっていうのはね、もちろんそのちょっと期間が短いと思うんですけど、その後のロスっていうところも狙えるような努力というか準備をしてやっていけたら、なんかまた新しいその先は見えてくるんじゃないかなと思います。